ゴルベーザ四天王のカイナッツオと名乗ったな。お前には聞きたいことがある。遠い昔にお前の世界へと渡った竜がこちら側へ帰ってきたのを感じた。知っていることがあれば教えてもらいたい。クカカカカ、お前が感じたのはこれの気配じゃないか。それはアジュダヤの。お前たち、やはり彼女をアジュダヤに何をした。クカカ、竜について知りたきゃゴルベーザ様に直接問いただせばいい。できるならな。これで俺の役目は終わった。計画の完遂を見届けられないのはちっとばかり残念だが、最後に楽しませてもらったからよしとするか。待て、待ってくれ。姉さんはどこにいるんだ。一足先に命の巡りへと帰らせてもらうぜ。ここのゲートはカイナッツ王が開いたものだったのね。だから術者の死によって消滅した。姉さん、ようやく会えると思ったのに。お前が感じたのがその目の気配だったなら、本体はまだあちらの世界にいるんだろう。だったら探しに行けばいい。何度だってな。さて、これからどうする。私たちはこの集落を見て回りたい。復興の役に立つ物資がありそうなのでね。それなら私は用意の残党がいないか見回りをしてくるわ。私たちもまずは現状の確認をしましょう。ブリトラはまだ来てないようね。待たせてすまない。もういいんだな。ああ、姉さんには会えなかったが目を取り戻すことができた。意志の残滓すら残されていないが、それでもようやく手にした姉さんへの手がかりだ。
これまでのように立ち止まり続けていたら、こんな成果は得られなかっただろう。君たちが背中を押してくれたからたどり着けたんだ。だから恐れず進み続けよう。もう一度向かうんだ、姉さんの待つボイドへ。早く探し出して片目を返してやらないとな。この目の有するエーテルは多少の影響を受けているけれど、完全に闇に染まってはいない。本体だって容易にならずに持ちこたえているかもしれないわ。それじゃあ私たちもって言いたいところだけど、ガレマルドのこと投げ出してはいけないわ。自分で決めたことだものね。再びボイドゲートが開かれる可能性がある以上、こちらに残って警戒しておくものも必要だ。私たちはガレマルドの地で復興に向かい始めた人々を守る。この隠れ里についても妖異たちの動向を見つつ有効活用していければと思っているよ。ああ、それでいい。ボイドの方については俺たちに任せておけ。アジュダヤをゴルベーザたちから解放できれば、彼らがこちらへのゲートを開けることもなくなるはず。安心して復興を目指せるわ。わかった。朗報が届くのを待っているよ。ゼロ、この人たちのこと頼んだわよ。なぜ私に？あなたも一緒に第十三世界に行くんでしょ？だったら仲間としてね。契約した通り同行はする。さあ、ひとまず麓まで戻ろう。みんな、準備はいいな。それでは、風宝の間からボイドへ向かおう。今の光は？エーテルの本流。何かとてつもなく大きな魔法が発動したみたい。そう遠くはなかったようだ。現地に向かって確かめるぞ。ちょっと待ちな。海には今近づかねえ方がいい。何があった？バフラウ島のあたりから突然光の柱が昇ったかと思ったら、とてつもねえ爆発音が響いたんだ。それだけじゃねえ。島があったあたりから巨大な化け物が飛び出してきてよ。
俺はまた週末の獣が現れたんじゃねえかと思って慌てて逃げてきたってわけだ。その化け物はどこへ向かった？わからねえ。この島の北側の方に飛んでったっきり見えなくなっちまった。そうか、わかった。貴重な情報感謝する。バフラウ島というのは海底遺跡につながっていた小島だ。私たちの使うゲートが狙われた。カイナッツ王の件の直後だもの。容易の関与もあり得るわ。ああ、急ぎ宝物殿に向かいたいところだが、上陸した化け物を捨ておくわけにもいかない。私の本体で空から捜索を試みよう。化け物の正体が何であるにせよ、それが最も。落ち着け。さっき逃げてった奴の言葉を忘れたのか？週末の獣がまた現れたかもしれないと怯えていただろ。そんな中で天竜が空を舞えば、いよいよ誤解を招きかね。大使ならこういう時こそ宮殿でドンと構えていろ。すまない、恩に切る。ならば私はメーガドゥータ宮に戻って、聖戦士たちと共に先の爆発に巻き込まれた者がいないか被害状況を確認しよう。君には提案通り、島の北側に向かったという化け物を捜索してもらいたい。捜索には人手がいる。ゼロにも補佐を頼みたいところだが。いいだろう。ゼロがそちらに回ってくれるなら、私とエスティニアンで宝物殿の様子を調べてくるわ。ボイドゲートの状態を確認しておきたいもの。ぜひ頼む。他の化け物が出てこないとも限らないのだ。十分に注意してくれ。では後ほどまたメーガドゥータ宮で。みんな必ず無事に戻ってきてほしい。聞こえる？ヤシトラよ。やられたわ。風宝の間のボイドゲートは宝物殿ごと破壊されていたの。きっとこれがゴルベーザの本当の狙いだったのよ。私たちから第十三世界へと渡る手段を奪うことがね。カイナッツは陽動だった。アジュダヤの目を使って私たちをおびき寄せ、命がけで時間を稼いだのよ。別動隊が宝物殿に侵入し、私たちのゲートを破壊するための時間をね。気をつけて。あなたが追っているのは宝物殿を完全に破壊し、文字通り海底に沈めたほどの強敵よ。
美しい光景だ。我らの世界も昔はこのように色づいていた。いかにも、私はゴルベーザ四天王が一角ルビカンテ。かような偉業となり果てても、いまだに悪鬼に落ちきれぬ無様な男や。闇に沈んだ世界にて、ただ昔日を思い嘆いていた私の前に、あのお方が現れ、未だ救えるものが残されているのだと示してくださった。故に私はゴルベーザ様の右腕となり、その大業を成すために生きてきたのだ。やはり貴殿からは横島なものを感じない。かの竜を求めるのも善なる思いゆえなのであろうな。が、渡すわけにはゆかぬ。貴殿らの行いが、存在が、大業の妨げとなるゆえに、何に変えても排除させてもらうとしよう。山頂にて待つ。異界の勇士よ、正々堂々と勝負しようではないか。